はい、それではただいまから3月の市長定例記者会見を始めます。それでは市長アンケートを、はい、それでは、私から本日3件、報告をさせていただきます。1点目は水道料金改定に向けた検討着手についてでございます。本市水道事業の経営は地方公営企業法に基づき独立採算で行っており、必要な費用は基本的に水道利用者の皆様からいただく水道料金によって賄われております。本市のみならず水道事業を取り巻く環境は人口減少や節水意識の高まりなどから料金収入が減少する一方で、施設の耐震化や老朽化に伴う更新費用の増加など厳しい状況が続いております。そのような中、本市では積極的な経営健全化に取り組み、消費税率の変更に伴う改定を除き、2007年7月以降約15年間料金を据え置き、他政令市や近隣市町と比較しても安価な水準を維持してまいりました。しかしながら昨今の電気料金等の物価高騰の影響に伴う経常費用の増加により、経営状況はこれまでの想定以上に厳しさを増しております。2022年度2月補正予算および2023年度当初予算を踏まえると、今後も経営環境の変化に適切に対応し、事業サービスの提供を安定的に継続するためには現在の水道料金の水準では困難であるとの認識を持つに至り、持続可能な事業運営のための水道料金改定に向けて実施時期や改定率も含め詳細な検討に着手するよう上下水道部に対し指示をいたしました。改定に際しましては趣旨や必要性などについて水道利用者の皆様に丁寧に説明してまいります。1点目は以上でございます。2点目は家康公騎馬武者行列アット浜松祭りについてでございます。先日報道発表を行いました浜松祭りにおける騎馬武者行列の詳細についてお知らせをいたします。開催は5月5日の祝日のですね、午後2時から、会場は市中心部で、こちらのモニターで示しております通り、ザザシティ前から広小路通りの板谷町交差点までのルートで行う予定でございます。本イベントでは、どうする家康の出演者による騎馬武者行列のほか、子ども段ボール甲冑武者行列、浴衣行列、信康行列、姫様道中、吹奏楽パレードも合わせて実施をいたします。騎馬武者行列を行う出演者は徳川家康役の松本潤さんほか複数名を予定しておりますが、他の出演者につきましては改めて発表させていただきます。観覧の定員は2万人で、抽選で当選者を決定をいたします。また子ども段ボール甲冑武者行列と浴衣行列の参加者も合わせて募集をいたします。騎馬武者行列の観覧は4月3日月曜日から4月21日金曜日まで、出世の町浜松ホームページ内でご案内する専用応募フォームよりお申し込みいただけます。ぜひ多くの方にご応募いただき、出世の町浜松を一緒に盛り上げていただければと思います。2点目は以上でございます。3点目は公益財団法人徳川記念財団所蔵品を中核とした展示収蔵施設の整備についてでございます。大河ドラマどうする家康の放送に伴い整備をいたしました大河ドラマ館および関連施設の跡利用について、徳川記念財団の浜松本部設置に伴い財団所蔵品を中核とした展示収蔵施設として活用していく方針を定めましたのでお知らせをいたします。背景は記載の通りでございますが、大河ドラマの盛り上げるとともに、大河ドラマ館を徳川家に関わる歴史資源を展示する施設として残してほしいという声が多く聞かれるようになりました。こうした中、徳川記念財団側で浜松本部を設置する方針が決まったことを受けまして、財団所蔵品を展示・収蔵する施設として大河ドラマ館を活用していくことといたしました。展示収蔵施設の概要、展示収蔵品、スケジュール等につきましては、今後、徳川記念財団と調整して決定をしてまいります。私からの発表は以上でございます。はい、それでは発表案件につきまして、
それでは関西朝日新聞からお願いします。はい、まず、1点目のですね、はい、水道料金の話ですが、はい、これかねてからの、上水道についてもコンセッション方式を入れて、はい、公設民営で、ということを、まあ、おっしゃっていて、はい、でそれを前回の選挙の前に、検討中断しているっていう今状態で、先月もそのホームページなんかで、はですね、官民連携の取り組みについての考え方みたいなものを示しているという状況の中で、今回検討が始まりますが、この前段の部分、つまり、公設民営の議論っていうのは今どのようにしていくおつもりなのか。これはですね、今のところあの、まあ、公設省一旦、棚上げして以来あの そちら議論は、まあ、まだあの進んでおりませんけれども、まあ、あのその議論につきましては、まあ、私も4月もう退任してしまいますので、まあ、次の市長の方に委ねることになろうと思いますけれども、あのそれ以上ですね、まあ、それと切り離してもかなりですね、あの我々予想した以上に、まあ、水道のですね、あの経営状況良くないということが判明しましたので、これはあの先送りすることなくですね、まあ、今経営改善に向けたですね、手を打っておく必要があるということで、まあ、あの着手をしたというところでございます。これあのまだ今のところですね、あの十分な内部留保ありますけれども、今の予想以上の赤字がですね続きますと、早晩ですねこの内部留保も食いつぶして債務超過に陥る可能性もありますので、まあ早くですねこれやらなきゃいけないということで、まあ、今回決断をさせていただきました。そうすると、その運営主体の議論っていうのはこれは別にして、そうです、ね、はい、今の状態でも、はい、値上げをするということを検討していくっていう、はい、そういう考え、はい、あの、まあ、予想以上 あのもうちょっとゆっくりいいと思ってたんですけども、それ以上にですねかなり経営状況が中が進んでいるということが判明したということでございます。でこれ検討はあくまでも今のやり方でであって、その例えばあの隣の湖西市なんかでは、はい、スマートメーターを、はい、導入することを施行したりですね、さまざまな工夫の中でっていうのがありますけど、はい、今回のこの検討はそういったものは全くなくて、はい、あくまでも現状のやり方でどうなるか、はい、あのおそらくですね、スマートメーターとこれからの、まあ、水道事業のあり方についての検討というのは別途しなければいけないと思いますけども、まあ、根幹となるですね経営状況についてはですね、まあ、そういうものとは別途やっぱり考えていかなければいけませんので、まずはそこの根幹の部分がですね今揺らぎ始めているということが問題でございます。もちろんあのコンセッションも含めた官民連携のあり方でありますとか、あるいはそのスマートメーターを含めたですね新しいその水道経営のですね、まあ、DX を活用したですね取り組み等はですね、あの当然検討していく必要があるというふうには思っております。あのこれ結論は、いつ頃にあの出るっていうことをお考えですか。これはどのくらいか、はい、じゃあ、はい、上水道事業管理者でございます。そうした部分はですね時期については現時点では未定でございます。また今後、本年度決算もまた秋に出ますので、そういった社会情勢も見ながらですね慎重に判断をしていきたいと思っております。少なくともこの秋の決算の前に結論が出るってことはない。ありがとうございます。はい、これ議会に対しての条例改正とかそういった手続きもありまして、市民に周知する期間も大事ですので、その3ヶ月6ヶ月というスパンではちょっと難しいというか、そこはあの現実的ではないというふうに考えてございます。それは実施までの期間はそうだと思うんですけど、その大体のこの目安だとか、いつ頃からこの時期の目安だとか、そういったものが出てくるのは少なくとも次の決算を見た後ということでよろしいですか。現時点でまたこの辺ははっきりとは、明確には答えられません。わかりました。それから3点目の、はい、その大河ドラマ館の跡地じゃなかった、その施設活用っていうことですね、はいはい、ですけれども、これは、市の持ち物として、市の施設として、引き続き置いた上でのその、
財団に対応するとか、そういうお考えでしょうか。そうですね、そのどういう財団と契約をしていくかとか、その仕組みについてはこれから具体的な検討をしていくことになりますけれども、まあ、指定管理にするだとか、まあ、いろんな方法がございますので、でそれはですね、今後財団側とですね、調整をしていきたいというふうに考えています。おそらく、施設については市が所有をして、まあ、財団に管理をしてもらうというような形になろうかというふうに思います。幹事社の塩岡大地です。はい、水道料金の件で、少しデータ的な部分にもなってしまうんですが、はい、電気料金以外にもその老朽化というところで、まあ、各今自治体耐久年数が、超えてしまっているものがかなり割合増えているかと思うんですけれども、はい、市内の方は今現状どのようなところなのか。では管理します。はい、建設事業費の関係になると思いますけれども、2015年度16年度と比較させていただきますが、そのあたり、平成でいうと27年28年ぐらいはおおむね30億台で推移してきてございますけれども、ここ4、5年につきましてはその規模が60億円で、今後もですね、アセットマネジメント契約というのを昨年度策定しましたが、おおむね60億円規模で、標準事業費を想定してございますので、その分についての、収益を影響も出てくると、そういったことでございます。管の延長でいうと割合とかって、なんか耐久年数を超えてるものとかって、そういうのって出たりするんでしょう。すみません、その点については現在今手元に資料を申し合わせてございません。申し訳ございません。2点目のですね、それこそ浜松祭りの松本潤さんがいらっしゃるということで、改めて市長にご期待のほどを。はい、これはね、やっぱり想像以上のですね、賑わいをですね、作り出せるんじゃないかというふうに期待をしております。我々も力を入れておりますけれども、NHK さん等もですね、大変ご協力をいただいておりまして、今松本潤さん以外のですね、出演者も、ご紹介させていただいておりますけれども、見栄えのするですね、皆さんに喜んでいただけるですね、騎馬武者行列をしていきたいというふうに考えています。坂田委員長です。それでは各社さんからお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。 NHK の大阪です。はい、すみません、騎馬武者行列に関してちょっと細かいところなんですけれども、公募でない信康行列と姫様道中っていうのは、これは今までもどこかでやっていたものを今回その浜松祭りのこの教科書の行列に合わせて行うという理解でよろしいか。そうですね、二股だとか補正でやってる、ものをですね、今回のこのイベントに合わせてですね、この中で取り込んでいくということでございます。当然姫様道中は姫様道中ですね。明日、明後日予定されております。はい、通常のものはですね、通常のものは通常でやられるということです。ありがとうございます。はい、静岡新聞社、静岡新聞の宮田です。水道料金の話とドラマ館の話と、水道料金の値上げの検討、先ほどの、老朽化の対応ということで、コストがかさむという話あったと思うんですけども、資料にある電気料金とか物価高騰の影響がどういうふうな経営に影響が与えられているのかというのはちょっとご説明いただければと思います。はい、お願いします。はい、経常費用の増加の部分でございますけれども、代表的な例といえば動力費、主に電気料でございますけれども、例えば、2020年、21年の決算がですね、2億5000万から2億7000万ぐらいだったものが、令和5年度の当初の見立てでございますけれども、4億7000万ぐらい、率でいくと、70% 前後の増加、ここがかなり大きな、2億近い増でございますので、経営に影響を与えるというものでございます。この件、ドラマ館の方なんですけれども、はい、今の本館
と言われる施設、ドラマの概要が展示されている施設のところを、恒久的な施設として、展示施設として活用されていくというふうな、今ある建物を、よりちょっとしっかりした建物にしていくというふうな、手を入れるというふうなことも含めてですね。はい、その辺はですね、これから具体的な、計画に着手してまいりますけれども、徳川財団の方で収蔵している文化財だけでもですね、今2万5000点ぐらいあるというふうに伺っておりますので、今いくつかにこう分散されているものをですね、一つに集めていくということですので、しっかりした収蔵庫が必要になると思いますし、その辺はですね、規模感含めて、今後展示の仕方含めてですね、財団等をしっかり詰めていきたいというふうに思っております。いずれにしてもこの今土地というのは、その徳川家の所蔵品を皆さんに見てもらう施設ですね。そうですね、収蔵品の文化財を収蔵するところと、展示施設とですね、できれば今の青い広場ですね、あそこは非常に今イベントスペースとして活用されていますので、あそこ一体としてですね、新たな歴史ゾーンとして活性化をさせていきたいというふうに考えております。中日さん、どうぞ。中日新聞の総理ですよ、はい、よろしくお願いします。まず徳川記念財団の所蔵品を直接とした展示施設の整備についてお伺いしたいんですけれども、はい、こちら、徳川記念財団さんと関わりというのはちょっとあると思うんですけれども、どういった経緯で今回決定されたのかというのを教えていただきたいです、ね。はい、基本一つですね、私は10年以上前からある人の紹介を通じて今の19代の徳川家広氏と、非常に好意にをさせていただいてまいりました。そういう人間関係があるというのと、そういうものをベースに浜松のアドバイザーでありますとか、今回歴史ドラマ館ですね、名誉館長も引き受けていただいてますけれども、徳川家広氏自体もですね、この間いろいろと浜松との関わりがありまして、思いを持っていただいているというベースにですね、今回私どもはこの、ドラマが終わってもこの一過性で終わらせることなくですね、ぜひ徳川ゆかりの文化財をですね、陳列するような施設を作っていきたいという思いがあって、逆に財団側はですね、今ある文化財をですね、一箇所に集めまとめてですね、しっかり管理をしていきたいというニーズがありまして、そこがうまく合致をしたということで、財団側も本部をですね、浜松に、移していくということをですね、理事会等でもですね、決定をいただいたということでございます。ということは、浜松さんから打診をされたということなんでしょうか。はい、私どもから、そういうオファーもしましたし、財団側からもですね、そういうことであれば、しっかり、収蔵を文化財をですね、収蔵するような事業もですね、浜松で行っていきたいというニーズもございましたので、そこがぴったりあったということでございます。ありがとうございます。あともう一点なんですけれども、はい、大河、騎馬武者行列なんですけれども、はい、定員が2万人ということなんですけれども、おそらくそれ以上の方が来られると思うんですけれども、このイベントを通じた、経済効果といいますか、そういった、効果を期待されていらっしゃいますか。そうですね、単純比較すると怒られちゃうんですけども、岐阜の時の騎馬武者行列ですね、相当の、経済波及効果、あれどのくらいあったんですか。資料、はい、ちょっとじゃあ、経済波及効果っていうことじゃないんですけれども、実際に岐阜へ来た方は46万人程度は来られたっていうようなことは聞いております。確かに経済波及効果も算出してたと思うんで、はい、ちょっと確認します。かなり、すみません、今手元に数字持ち合わせておりませんけれども、かなりやっぱり1日イベントではありますけれども、大きな経済波及効果は見込めるというふうに思っております。はい、すみません。経済波及効果が39億円だったということです。ありがとうございます。浜松さんとして、それぐらい目指していきたいっていうのはあるんでしょうか。そうですね、特にその詳細にですね、経済波及効果今シミュレーションしているわけではありませんけれども、当然そうした効果を 見込むと同時にですね、浜松祭りが今年はほぼほぼ
例年通りのですね、規模で行えるということでありますので、まあ、祭りとの相乗効果、あるいは祭りの盛り上げ効果というものも合わせて期待をしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ、人事通信。人事通信の近藤です。はい。ドラマ館の方の話なんですけれども、はい、私もあの勘違いやったさん、マイク。あ、ごめんなさい。私の勘違いやったら申し訳ないんですけれども、あそこのところ、発掘調査をやっていたんだけれども、一時的に、まあ、ドラマ館の関係で中断していたように思ったんですが、常設になった場合にですね、何か影響という、発掘調査の方の影響というのはないんでしょうか。これは、わかりたい。発掘調査ですけれども、発掘調査は一旦終わってます。で、ドラマ館に立っているところには遺跡等はありませんので、そこの問題はないのかなと思っております。じゃあもう、発掘調査に対する影響は全くないというようなところで、ということが。おおむね終わってんでね、発掘調査がね。はい。あと、収蔵、その収蔵品ですけれども、ごめんなさい、もうちょっと近くですよ、ね、ごめんなさい、収蔵品ですけれども、もう2万5000点ぐらいあるということですけれど、この大部分が浜松で今後収蔵されていくという、そういうこと。おそらく浜松に集約をされてくるというふうに思いますし、そういうものができると、財団側のこれはお話ですけれども、まだ他からもですね、財団にちょっとこう、まあ、預かってほしいとか寄付をしたいっていう申し出もあるそうなので、まあ、そういう拠点施設ができればですね、さらにそれが増えていく可能性はあるということでございます。だからその文化的なすごい拠点施設になる可能性があるということなんですかね。そうですね、収蔵庫自体はですね、文化財を、まあ、保管管理するところでございますので、まあ、それを活用してどういうふうに見せ方をしていくかというのは、これから我々の企画力というかですね、そこにかかってくるんだろうというふうに思います。家康といえば浜松みたいな。そうですね、はい、まあ恒常的に人がですね、を呼べるですね、まあ、例えば、まあ、季節ごとに天井を入れ替えるとかですね、まあ、いろんな企画展を行うとか、まあ、いろんなことでですね、まあ、集客に結びつけられるのではないかなというふうに期待をしております。わかりました、どうもありがとうございます。はい、読売新聞の松本です、はい、ちょっと細かい話なんですけど、騎馬武者行列の件で、はい、松本潤さんが来る騎馬武者行列が抽選で見るっていうのは分かるんですけど、他のものに関しては当日のスケジュールがまだ出ていないので、他の行列は多分特に制限なく見られるようになるんですか。いや、同時にやりますので。同時にやる。はい、もちろん全体としての盛り上げでございますので、はい、じゃあこれはもう最初に騎馬武者があって、その後ずっとついていくような、まあ、順番等はですね、はい、ちょっと私も今把握しておりませんけれども、おそらくこう、一連のものが連続するというふうに考えていただければというふうに思います。抽選で当たらないとご家族でも見れなくなってしまう可能性っていうのは残念ながらあるわけです。お配りしている資料の、3ページ目のルートがあると思うんですけども、そこの下にパレード順序ということで、書いてありまして、まあ、そういった順番でこう流れていくというようなことになります、はい、それから2万人の方っていうのはどの辺のエリアで、はい、観覧できるエリアってのはどの辺にどれくらいあるんですか、はいはい、ですか。あ、どの、観覧のエリアというのはどの辺にどれぐらい何箇所かに、ざっくり言いますと、はい、ここの今矢印のところを、武者行列が通ってきます、はい、で真ん中を武者行列通っていくんですけれども、その両サイドに観覧席設けまして、そちらからご覧いただくというような形になります。で一部の場所ではですね、ちょっと取れないところ出るかもしれませんけれども、基本的には両サイドからご覧いただけるというようなことを考えております。この行列っていうのはトータルでどれぐらいの距離になるんですか。800メートル程度。800メートル。はい。この800メートルは基本的に両サイドから見られるようになる。はいはい、そうですね。で、できないところもあるけど、はい。これから少し調整はありますけれども、はい、基本的には両サイドからご覧いただく。見れる。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。すみません。読売新聞の菅です。
今のに関連しての質問なんですけど、公道なので2万人以外の人も殺到して見ることは可能、現実的には見れてしまうんですか、それともその排除するというか、何かしらその2万人に選ばれてない人は見れないような形のなんか両サイドがなんかこう座席がなんか立つみたいな、その見れなくなってしまうようなものなんでしょうか。先ほど申しましたように、両サイドに観覧席というか抽選で当たった方たちに入ってもらうエリアを作りまして、さらにその後ろというのは実際通路になりますので、歩行者が通ることはできますけれども、一箇所にとどまるっていうのはなかなか難しいのかなと思ってます。でさらに さらに外っていうことになりますと、さすがにちょっと規制ができるところではないものですから、そこはちょっとどうなるかというのはお答えできないんですが、まあ、そんな形で考えています。わかりました。岐阜の時に結構観覧席で抽選で選ばれた以外の人の方がよく見れた場所が生じたりとかして、結構当日混乱したりとか人が殺到したりとかしているようなので、もちろん駅前で結構狭いエリアなので、まあ、雑踏警備も含めて結構大変なのかなと思ったので、まあ、その点は抜かりなくなんでしょうけども。100% をこう区分けするって難しいんで、例えばそのパレードに沿ったビルなんかですと、うん、そのビルの中っていうのはですね、おそらく特等席になると思いますんで、まあ、そういうところまではですね、我々としてなかなか管理はできませんので、わかりました。はい、他にいかがでしょうか。ドラマ館の関係で、はい、細かいところは申し訳ないんですけども、はい、大学の浜松本部ってどういったものなのかというのと、まあ、いつ頃の理事会で決定されたのかというのを、はい、じゃあどうしようか、はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、今日調整部です。財団につきましては、財団の本部自体は今は東京の、渋谷区にございます。でそれ以外は特にございませんので、今回それを移すにあたって浜松本部というのを作って、東京はおそらく東京支部みたいな形で残るんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと理事会の、はい、日頃の理事会で、理事会は今月です。はい、理事会が行った時かな。行きました。はい、はい、3月の9日に理事会が開催されましたので、はい、はい、そこに出向きまして、はい、そのご説明もして了解いただいたというところです。はい、他によろしいでしょうか。はい、それでは発表案件については打ち切らせていただきます。続きまして、案件外につきましては関係者から質問があればお願いいたします。はい、関係者朝日新聞からですけども、はい、あさって、日曜日に、市長選が告示になって、この後市議選も告示になって、はい、まあ、4年に一度 の市長市議選のダブル選挙になるわけですけれども、はい、まあ、この選挙を通じて、どういう議論、どういう論戦が期待されていますか、市長としては。そうですね、まあ区のおかげさまで区の再編も条例可決されましたので、まあ、これから新しい区政のもとにですね、どういう浜松を作っていくかと、中身の議論がされていくと思いますし、あるいは今私どもが進めている重要施策、スタートアップであるとかですね、カーボンニュートラルでありますとか、いろんな取り組みございますので、そういうものをこれからどう進化をさせていくとかですね、あるいはこれからの、厳しい社会環境下で、持続可能な自治体系をどうしていくかとかですね、まあ、そうした骨太の議論がですね、行われることを期待をしております。この間実際市民に訴える、誰かの候補を応援するというそういう予定はありますか。そういうご要請があればですね、スケジュール等を検討してできるまあ参加はしようと思ってますけど、今のところはですね、確か26日の中野候補の出陣式には、行く予定なんていうのかな、それくらいでございます。はい、感謝、紹介大してるんですけれども、はい、
大学再編の関連でまた、はい、お伺いできればと思うんですけれども、はいはい、規制同盟会の後にですね、日詰学長が、まあ、会見をやられておりまして、はいはい、でその際に、まあ、秘書 の一部発言についてですね、はい、他の大学、国公立の大学の名前を引き合いに出されたことに関して、はい、まあ、その点について、撤回を望むという発言があったんですけど、その点はいかがですか。多分学長もちょっと誤解をされていらっしゃるところあると思うんですけども、私は特定の大学を揶揄するつもりで言ったのではなくて、古西の影山市長も同様な発言をされてますけれども、まあ、日本の場合一県一大学のようにですね、まあ、医学部を含めた総合大学というのをたくさん作られましたけれども、まあ、全体としてそれぞれの特徴が分かりにくいということで、まあ、その偏差値含めてですね、以前に比べて地盤沈下をしているという状況がございます。まあ、そういう中にあって、まあ、また新たに医学部を含めてですね、同じような地方大学を作ってもですね、後戻りするだけではないかということで、実は静岡の周りにもそういう大学がありますよということで、一つの例として、お話を申し上げただけでございまして、まあ、特定の大学を揶揄したものでございますので、まあ、そこは発言の趣旨をですね、ご理解いただければというふうに思います。まあ、そのお発言の中で大学名を出す必要はなかったんじゃないかという点もあるとは思うんですけど、いかがでしょうか。分かりやすくご説明するために、だからこの大学がダメだということではなくて、同じようなそういう地方大学がこの周辺にもこういう大学があります、こういう大学がありますということでお話しいただけですね、まあ、特定の大学を批判揶揄するものではないということはぜひご理解いただきたいと思います。続いてその、もう一点、いずめ学長がですね、はい、まあ、数ヶ月後にこう試案としてモデル展示案を、はい、まあ、出したいというお話もあったんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。モデル展示案というかどういうものになるのか、大学関係者の方に聞かれても中身は分からないということでございますので、まあ、ちょっと今どうにも申し上げようもないし、まあ、私の任期もあと1ヶ月でございますので、まあ、先日21日のシンポジウムをご覧をいただいた方もたくさんいらっしゃると思いますけども、私も拝見させていただきまして、まあ、医大とですね、出材の浜松キャンパスの取り組みというのはその明確なですね、将来ビジョンが作られていて、まあ、すでにいろんな連携も行われていると、そしてですね、その結束は揺るぎないものであるということを確信をいたしましたので、まあ、今後はもう大学同士ですね、まあ、しっかり結論を導き出すようにですね、議論を進めていっていただければというふうに思っております。よろしいですか。はい、それでは案件につきまして各社さんお願いいたします。静岡朝日テレビです。はい。梅田と言います。まあ、WBC が終わりましたけども、まあ、かなり県外県内外でかなり注目を集める大会となりましたが、はい、まあ、市長は浜松に野球場建設を進める立場の進めているっていうところもあって、WBC をどういうふうに見ていたのかっていう。そうですね。まあ、いろんなコメンテーターの方とか、後の評価。日本だけではなくて海外の評価も含めて、アメリカの評価も含めて言いますと、やっぱり野球というスポーツの面白さというかですね、その価値がですね、今回非常に見直されたというか、大いにまた価値が上昇したというふうに思います。まあ、これだけ野球に今まで関心のなかった方もですね、もう2週間もうテレビの前に釘付けになって片手を飲んで見ていたと。しかももう本当にストーリー作ってもですね、描けないような、まあ、展開にする展開ですね。だから本当野球全体の総合に大きく、まあ、貢献してくれたんではないかなというふうに思います。特に印象に残ったシーンとかありますか。特に印象に残ったシーンですか。いや、僕はやっぱり最後の大谷さんが投げたスライダーはもうすごいと本当に思いましたね。あとまあ随所でですね、ここでホームランが出るのみたいなですね、吉田さんのね、本当に片手一本で運んだスリーランも含めてですね、いや、すごい試合の連続だったなというふうに、まあ、どれというのもなかなか表現しづらいですね。ありがとうございます。はい、他にはいかがでしょうか。はい、
読売新聞の佐田です。はい、鈴木市長の任期中に松尾市の更地がですね、はい、まあ更地のままという形に残るという形、になりました。一方で、まあ、リノベ含めてですね、はい、取り組んできたこともあると思います。はい、中心市街地の活性化について現状認識とあと、まあ、今後の課題を含めてですね、見解を伺えればと思います。はい、まあ、もちろん松尾市の跡地非常にシンボリックな存在でございますので、早くですね、まあ、再生をしていただくということに我々もとしても願っているわけでございますけれども、まあ、それを待っているわけでもいませんし、仮に松尾市だけ再生されてもですね、中心街全体のですね、活性化にはつながりませんので、やっぱりリノベーションを通じてですね、エリア全体の価値を上げていくということがとても大事だと、これはもう全国の地方都市でもね、今実証されつつありますので、まあ、そういう意味では我々もそれを積極的に活用して今まちづくりをしていると、まあ、その成果もまあ少しずつではありますけれども出始めてますので、まあ新たに取り組み始めたエリアリノベーションを含めてですね、さらにこれを進化をさせていっていただきたいなというふうに思っております。まあ、松尾市についてはもう毎回、まあ、言ってますけども、実はまあ水面下でいろいろ、まあ、これ時間がないんでなかなかですねご説明しにくいんですけども、いろいろな案もございました。まあ、ことごとく、まあ、ダメになったわけでございますけれども、まあ、最後は某大学をですね、誘致して、まあ、大学を中心とした、まあ、商業施設として再生をするという提案もあったんですけれども、それも、拒否されたということでございますので、まずはどういう再生計画をですね、作られるのかと、まあ、それが見えてこないとですね、なかなか我々としてもですね、支援の方法が見つからないので、まあ、ぜひ一日も早く具体的な撮影結果を出していただきたいなというふうに考えております。他にいかがでしょうか。中日新聞の内田です。はい、あまり市政と関係ない WBC の話題で恐縮なんですけれども、はい、今回プレーだけではなくてですね、栗山監督のその采配ぶり、まあ、リーダーシップもかなり注目されている点かと思うんですが、はい、まあ、16年間、まあ、市政を応援されてきた、はい、市長としてですね、改めてちょっとリーダーシップ論についてもちょっとお伺いしたいなと今思いまして、栗山監督の、はい、いや僕はやっぱり栗山さん見てて、いやすごいなと思ったのは、本当に選手を信頼していると、まあ、自分が今回集めてきたですね、選手たちをですね、最後まで信頼をし続けたということがですね、もう最も僕はリーダーとしてのですね、凄さを感じましたですね、はい、素晴らしいリーダーだというふうに思いました。この辺は市長ご自身も16年間意識されてきたところは、どこまでこの皆さんに聞いていいかと思いますけど、まあ、私もやっぱり、まあ、職員の皆さんとの信頼関係では大事にしてきたつもりでございますので、まあ、でないとなかなかですね、組織としての、まあ、成果というのは出せないんで、その代わりただ任せきりに進むだけで、自分でしっかり方針や方向性を打ち出してですね、まあ、一緒にやっていくということでないと、まあ、栗山さんもちゃんと明確な指示を出されましたし、まあ、時にはですね、オーダーをいじると、いうことですね、ああいう村上君を5番にですね変えるとかね、まあ、そういうところはやっぱりリーダーとしてしっかり采配を振るってましたんで、まあ、その上でちゃんと選手を信頼していくということはすごく大事だと、まあ、見習うべき点が多いなというふうに思いました。はい、すいません、ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。どうぞ、近藤さんどうぞ。時事通信の近藤です。ちょっと遡るんですけれども、はい、今月からマスクを個人の判断で、はい、外してもいいというようなことになりましたけれども、はい、現状今どんなふうに見てらっしゃるのか、またちょっと私、浜松市内見ると結構皆さんまだしてるかなという感じなんですけれども、経済に対する影響をどのように考えているのか。そうですね、まあまあ、だんだんいきなりね、欧米のようにもう一緒でマスクを取れるという状況が必ず4倍にならないんで、
まあ、よくあのテレビのインタビュー等でも皆さんおっしゃったように様子を見ながら周りを見ながらですね少しずつという、まあ、それはやっぱり日本の状況じゃないかなというふうに思いますし、まあ、それで僕は、まあ、それを無理にスケールが取れたっていうのもおかしな話になって、まあ、それでいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、経済自体に対してはですねしっかり例えば飲食の時とかはもうかなりもうマスク外して皆さんコロナ以前のような形でですね、飲食されてますし、まあ、そういうメリハリの効いた使い方でいいんではないかなと。まだまだやっぱり例えばもう混んだ電車とかですねそういうところでマスクを外して、なんか喋ったりするというのは、周りに対してもはばかられるんで、まあ、そういうところはしっかりマスクつけるとかねそこはメリハリをつけていけばいいんではないかなというふうに思います。市長は今どういうふうな形で臨んでいるんですか。そうですね、まあ、ですからまあ飲食の席とか、まあ、マスク外してもいいところではですね外してますし、ただやっぱり役所の場合はですね意外とそこはまだまだ慎重にならざるを得ないので全体としてはねいろんな市民の皆さん来られますんでマスク着用で対応すると、特に窓口現場なんかはですねそういうふうになっております。意外にそのコロナっていうことではなくてですねマスクって意外と使えるんで、私の妻なんかも花粉症だもんですからもうマスクが手放せない状況なんで、まあ、そこは個々の判断でよろしいんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、他にはいかがでしょうか。よろしいですかね。はい、それでは、質疑を打ち切らせていただきます。以上をもちまして、3月の招待できた会議を終了いたします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。